ウィリフィレーセル・ゲレロ・ソトは、ドミニカ共和国出身の元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。NPB では、育成選手であった。2017年より福岡ソフトバンクホークスの、スペイン語通訳を務める。生は日本語で、ゲレーロとも表記される。ドミニカ共和国のニサオ出身。メジャーリーグベースボールのアカデミー志望だったが、契約に、至らず、カープアカデミーに入る。 短期間のトレーニングで休息が向上したことから日本に練習生として派遣されることになり2008年に広島東洋カープに練習生として入団四国九州アイランドリーグに同年新加入した長崎セインツに派遣され24試合に登板0勝7敗ースで防御率4.54の成績だった2009年は後期シーズンのみという契約で 徳島インディゴソックスに派遣されると5章を挙げ、防御率1.69で最優秀防御率のタイトルを獲得した。2010年1月26日、カープと育成選手契約を結んだ。この時期には来日当初は合わなかったという日本の食事などにも馴染んでいたという。2010年2011年は支配下登録選手への移行は行われなかった。 2011年11月1日、育成選手契約を解除したことが、球団から発表された。カープ対談後は、ドミニカ共和国に戻り、失意から野球をやめようとしたが、友人からのアドバイスで練習は続けた。2013年8月1日にコーチ、ファイティングドックスと選手契約を結び、4年ぶりにアイランドリーグに復帰した。 その際の来日からコーチへの移動や入団テストの様子が2013年9月16日のテレビ東京の優は何しに日本へで放送された。2015年1月31日2014年シーズン限りでコーチを退団したことが発表された。コーチへの入団は日本の知人の紹介で入団テストを受けたことによる。 2015年5月23日、同じアイランドリーグの愛媛マンダリンパイレーツに入団したことが発表された。アイランドリーグの所属球団としては、派遣時代も含めて4球団目となる。愛媛在籍当時、ファン感謝祭でラファエル・ポロなど他の外国人選手の通訳を務めたことがあった。周囲の日本人に何でも質問したり、 日本のテレビ番組を見たりして日本語を覚えていったと述べている。2015年11月26日、愛媛を自由契約となり、対談することが発表された。再度帰国し、地元で野球を教えながら、n p b 一軍でプレーするという目標のため、練習を続けていたという。2017年5月、福岡ソフトバンクホークスが、 キューバ出身育成選手の通訳として採用する意向であると報じられ、5月19日に正式に球団から通訳としての採用が発表された。この採用はゲレロを知っていたホークススカウトからの推薦によるものだったという。2018年現在はオスカー・コラスの通訳を担当し、当初はリバン・モイネロも担当していた。 2019年にはコラスの支配下登録記者会見に同席し、通訳ぶりについて、日本語は変幻気味で、コラスと質問者のやりとりは、どこか、ちぐはぐに、こうした場で日本語を話すのは初めてで、かなりの緊張があったようだと報じられた。ありがとうございます。